皆殺しの歌教授、ワルサーピー38は、大矢部春彦が1961年に発表した、ハードボイルド長編小説。1960年1月から12月まで、朝日芸能に連載され、翌年に、同社から単行本が第一部、第二部の二分冊で刊行。後に、第二部は、教授、ワルサーピー38のタイトルで出版された。電子書籍化。 映像化も行われている。ワルサー P38 キヌガワ京介の兄は、仲間と合成モルヒネの秘密工場を経営していたが、恋人マミコとの婚約を機に汚い仕事から足を洗おうとした。秘密が漏れるのを恐れた仲間の七人は兄を、殴り殺しにする。七人は、麻薬工場を畳み違う分野の仕事についていたが、キヌは、兄の墓前で復讐を誓い、まず、島津を、 ナチスの教授、ワルサーピー38で殺害。次なるターゲットの三国を襲撃しようとするが、三国と仲間割れしていた田辺が三国を葬るべく、差し向けた殺し屋と鉢合わせとなり、絹川は三国を取り逃がしてしまう。通報で駆けつけた警官隊に追われた絹川は、民家に押し入って、道家の娘、ゆ子を人質に取り逃そう。絹川は、 警察の包囲網を破り、マミコが住むアパートに行くが、マミコは田辺に拉致されていた。木野川は愛獣、ワルサーピー38を手に、残る6人と田辺の後ろ盾で正解の黒幕である、元国務大臣蔵村の命を狙う。衣川とマミコ。朝日芸能連載時の差し絵1965年刊行の特馬書店版は、第2部のメインタイトルが、教授。 バルサーピー38となっており、囲碁他社からの観光文もこれに準じている。ありがとうございます。